神奈川新聞からかなろこニュースをお伝えします厚生労働省は13日までに新型コロナウイルスワクチンの8月前半の神奈川県内への配分量が682箱約79万8000回分になると明らかにしました神奈川県によりますと希望する量の約5割にとどまっています 未接種のワクチン在庫を多く抱える自治体は、配分される量が減るケースもあるといい、藤沢市では2箱、2340回分減少しました。静岡県熱海市伊豆山の大規模土石流で、神奈川県が派遣した緊急消防援助隊として、現地で行方不明者の捜索や救助に当たった横浜市消防局の隊員が13日、林市長に活動を報告しました。 市から派遣された先遣隊は被害の大きい場所を中心に発生翌日の早朝から救助活動を始めたといい隊員の一人は土砂とぬかるみがひどく胸まで泥に使って作業を行ったと振り返りました神奈川ブランドに登録されている湘南ハマグリの密漁をした疑いで湘南海上保安署は13日までに神奈川県内に住む男女3人を検挙しました 近く書類送検すする方針です3人はいずれもレジャー目的で鵠沼海岸を訪れ潮干狩りをする感覚でハマグリを取ったといい40個近くを網に入れ持ち帰ろうとしたケースもあったということです。<noise>